セダン。セダンは、車体形状や、使用形態により分類される自動車の形態の一つである。セダンの名称は17世紀頃に、南イタリアから広まった乗りかごのセダンチェア、セダンチェア、イスカゴからである。ラテン語で、腰掛けるの意味のセデを、セドが語源と言われている。ちなみに、セダンチェアの語源が、フランスの町のスダンで作られたことに由来するといわれる。 ことがあるが、それは違う。軽自動車の場合は、形状がセダンでも、分類としては、軽自動車となる場合もある。イギリスでは、サルーン、ドイツでは、リムジーネ、フランスでは、ベルディーヌ、ベルリネット、イタリアでは、ベルディーナ、ベルリネットもしくは、クアトロポルテ、4つの扉の意図、呼ばれる。ただし一部のヨーロッパでは、クラシックと呼ばれる場合もある。 日本及びアメリカ合衆国では一般にはセダンが一般名称でサルーンは上級グレードの商標として用いられる子が多いが実質はイギリス英語とアメリカ英語の故障の違いであり日本工業企画ジスや自動車技術界での技術的な扱いでは全く同じものを表す日本のジスや自動車技術界ではサルーンという呼び名が基本で セダンとも言うと規定されている。日本では各自動車メーカーが一時期英国高級車のサルーンをイメージして大型上級セダンにサルーンと名付けたことからサルーンに高級感のイメージが付加された。一般的にはリアデッキを持つノッチバック、サンボックス型の乗用車のことを言うが中にはメーカーの都合やカテゴライズの便宜上などでリアデッキを持たない ノッチレスにボックス型も含まれることがある。セダンには独立したトランクを持つタイプ2ドア4ドアセダンと独立したトランクを持つ代わりにリアハッチを設けたハッチバックタイプがある。2ドアセダンはかつて小型大衆車を中心にオーナードライバー向けとして設定されていたが使い勝手の乏しさなどの理由で需要が激減し1980年代に入ると日本国内では ほとんどが4ドアセダンなる。2ドア乗用車は、1980年代以降の、近代において3ドアハッチバック、もしくはクーペにそれぞれ分類されるため、用語としての2ドアセダンはほぼ使われていない。ボンネットと、独立したトランクリットを持つトランクルームの間に車室を持つ。現在のセダンとしては最も車種の多い形状となる。サンボックスカーと呼ばれることもある。 静粛性に優れる、車体剛性が損なわれにくい、安定しやすい、過失の中を覗かれない、ひつい突時におけるリスクが小さいなどの利点がある。北米では、防犯上の理由で独立したトランク構造が好まれ、バレーパーキングでは、トランクオープナーに施錠をするか、またはトランクを開けることができない、スペアキーのみで車を預ける合わせに都合が良い。FR 後輪駆動や四輪駆動の場合は、サスペンションアーム、プロペラシャフト、デフ、ドライブシャフトが、トランクルームの前や下に位置するため、ラゲッジルームがいびつな形状となったり、容量が限られる場合がある。FF、前輪駆動の場合は、リア周りのレイアウトに制限は、少ないが、同じノッチバック型のにドアクイッペ同様、バルクヘッド貫通型のトランクスルー機構を持った、車種では、大きな、 または、長尺の荷物を積めないなどの欠点もある。多くの自動車メーカーのコンパクトカーを除く、機関車種では、規格時にノッチバック型セダンが最良版車種として位置づけられることが多く、その設計を基本とし、ステーションワゴン、ハッチバックセダン、クーペをはじめとした派生車が開発され、時としてコンバーチブルが生まれることもある。ホンダアコード、セダンをベースにアコードツアラー、 アコードクーペを作るなど。ただし、近年では、車体合成や、後方の衝突安全性能の確保が難しいという、理由で、スバルレガシー B4、BM 型以前、およびスバル WRX、バガタ系以降、トヨタカローラークシを、発売当初から、トヨタベンシスセダン、2代目のみ、日本市場でも、販売などのように、ステーションワゴム上に逆にセダンを作る例や、 鈴木 SX4 セダン、後の鈴木シアズ、鈴木アリビオや、スバルレガシー B4、BN 型系以降のように、クロスオーバー SUV をベースに逆にセダンを作るというもある。今日のクーペ同様、年代が新しくなるほどノッチバックとファストバックの境界線が曖昧になってきており、メーカーによっては、ファストバック型の4度アセダンや、同じく、ファストバック型、または、 ノッチバック型の5ドアハッチバックであってもセダンを名乗る車種が現れ多様化が進んでいる。ノッチバックセダンのうちリアデッキが極端に短いタイプ。セミノッチバックセダン、ショートノッチバックセダン、2.5ボックスセダンと呼ばれるハッチバックのものもある。もう参照リアウィンドウが比較的寝かされたタイプ。 流線型ブームの始まる1920から1950年代の海外メーカー車によく見られたが、現在では主流ではない。日のルノーや VW ビートル、シトロエン 2CV は日本でもよく知られる存在であり、その他、比較的遅くまで採用していたものが、サーブで同社初の自動車である92から初代900までの各世代や、 中期型までの初代ヒュンダイポニーなどで見られる。日本車では、日産、チェリー、初代日産、バイオレット、前期型のみ、初代日産、パルサー、前期型のみ、中期型以降の二代目トヨタパブリカ、OEM の中期型以降のダイハツコンソルテを含む、初代トヨタパブリカスターレットセダン、OEM のダイハツンソルテ4ドアセダンを含むに、見られるのみとなっている。近年では、 前高重心が相当に低いファストバック型のセダンは、クーペとして分類されることも少なくなく、メルセデスベンツ CLS クラス、およびメルセデスベンツクラクラスではそれぞれ4、ドアクーペとしている。また、マツダアテンザスポーツ、日本以外、マツダ6号ドアハッチバックや2代目以降のトヨタプリウス、2代目以降のホンダインサイト、欧州向け7代目三菱、ランサー、5ドア社、 日本名、ギャランフォルティススポーツバックのようにノッチバック、あるいはショートノッチバックセダン風に見せた後、ドアハッチバック車もアストバック、カムバック、セダンと呼ばれる場合がある。リアデッキ、リアノッチを持たないタイプ。以前は、トランクリットを持つタイプも製造されていたが、現在では、リアゲートを持つハッチバックタイプがほとんどである。初代ホンダシビックや二代目ホンダトゥデイなどのように、 同世代にトランクリットを持つものとハッチバックを持つものの両方が存在する例もある。4ドア世代のうちドアに窓枠を持たないものは4ドアハードトップと名付けられる場合が多い。2000年代初頭まで中級乗用車や高級車を中心に設定されていた。現在の日本車には採用されていない。ただし、富士重工業、現、スバルではサッシュレスドアと呼び、 セダンとして分類していた。中でもレガシーは2009年にフルモデルチェンジされるまで、サッシュレスドアを採用していた最後の車種であった。なお、軽自動車のカテゴリーでは、二代目オプティのみが、軽自動車唯一のハードップセダンであった。かつては、車両中央、B ピラーがなく、4ドアとしては、異様に、ルーフの低いピラーレスハードトップが流行したが、側面衝突安全性への対応や、 経年劣化後の窓の偽装制度、またシートベルトの固定位置等に問題があったため、1990年代後半には完全に姿を消した。欧州では2004年の4ドアハードトップボディを持った、メルセデスベンツ CLS クラスの発表を皮切りに、フォルクスワーゲン CC、アストンマーティンラピード、BMW5 シリーズグランツーリスモ、アウディ A5 スポーツバッグ、 メルセデス・ベンツ・クラ・クラスなどといったハードトップセダン、クーペとされることも多いが発表されている。独立したトランクリットを持つ代わりにリアハッチを設けたタイプ。2ボックス型は単にハッチバックと呼ばれるが、特に外観上長めのリアデッキ、トランクルームを持ち、ショートノッチバックやノッチバックもしくはファストバック、カムバック風に見えるものは、メーカーがセダンと名付ける場合がある。 5ドアセダンとも呼ばれる。小型車の一部を除き、4ドアセダンをベースにリアハッチを設けたタイプが、ほとんどである。ノッチバックセダンと比べ、後席とか質を使い分ける上での自由度が大きく、収容力も非常に高いが、その構造上、車体合成面や静粛性が劣ること、端正なスタイルにまとめることが難しく、スポーティーなスタイルにしやすい反面。 フォーマル感に乏しくなることなどから、市場の思考や社格により普及度が異なる。その中で、シトロエン、x m y 一時、ルノー、30ベルサティスは、現在もフラッグシップモデルにハッチバックを採用していることが特筆される。日本国内で最初に導入された、ハッチバックセダンは1965年のトヨタコロナ、コドアや、1967年に追加された。 三菱、コルト800、3ドアであったが、当時の日本人には、セダンというより、ライトバンのようなイメージが強く、ほとんど受け入れられなかった。その後、1980年代前後に、各メーカーが5ドアセダンを、小型、中型大衆車クラスを中心設定した時期があったが、1990年代になると、カテゴリが近いステーションワゴンをはじめとする、 ユーティリティービークルのブームもあり、日本向けのラインナップからはほとんど途絶え、日産、プリメーラ UK などが、細々と売られる程度であった。長らく人気の出ないスタイルであったが、2000年代以降は、実用性の追求や海外市場との兼ね合いから後、ドアボディを採用する車種も、登場。2002年に、マツダアテンザスポーツで採用され、2003年には、トヨタプリウスが、 フルモデルチェンジで2009年には2代目ホンダ、インサイトが、それぞれコーダトロン化型の5ドアボディが採用された。近年では、欧州の高級車にノッチバック風の5ドアボディを持つ、車種が登場している。ポルシェパナメーラ、アストン・マーティン・ラピード、BMW5 シリーズグランツーリスも、アウディ A5 スポーツバックなどがこれに当てはまる。なお、これらの車種は、 サッシュレスドアを持っていることや、蒸気車種の内パナメーラは、窓枠付きのサッシュドア、そのエクステリアデザインなどから、小ドアクーペと呼ばれることも、決して少なくない。セダンに、スポーツ性をプラスしたものは、スポーツセダンと呼ばれる。本来実用性や快適性が求められることの多い、4ドアセダン、1970年代以前は主に、ドアセダンに、あえて、スポーツ性を加味した。 趣味性の強いモデルが一般にスポーツセダンと呼ばれる。セダンの持つ性質、クーペに対して実用性が高く、なおかつ走行性能もミニバンに対し高くなるどころかやり方によっては一級品のスポーツカートもなりうるから家族を持つ走り好きからのし、スポーツセダンはクーペに対し周辺の理解が得やすいがあると言われる。日本初のスポーツセダンはプリンススカイライン GT で後に、 インプレッサ WRXST やランサーエボリューションのよう、絶対的な速さやモータースポーツへの参加を強く意識したモデルもあれば、アルテッサ、スカイラインやレガシー B4 のように、速さよりも運転する楽しみを重要視したモデル、またはクラウンアスリートや、かつてのカローラ GT、カリーナ GT、ギャラン VR-4、マ k ク23姉妹の GT ツインターボ。 ツアラー系などに代表される普通の実用セダンとほぼ同じ平凡な外観であながら一度アクセルを踏み込めばスポーツカーに引けを取らないほど速いという意外性を楽しめる羊の皮を被った狼的モデルもある高出力エンジンや専用サスペンションその他エクステリアインテリアなどに専用装備を持つものも少なくないまた近年においては より実用性を重視したミニバンの流行により、4ドアセダンとしての存在価値を見出すためにより、軽量で、低重心で、なおかつ空力特性に優れることから、スポーツセダンとしての味付けを強調したモデルが増加しており、保守的な顧客のためのモデルとの間で二極文化が進行している。日本の軽自動車でも1970年代までは、リアデッキを持った、 ノッチバック型で純粋にセダンといえる車が製造されていたが利便性に難があることなどからノッチバック型は次第に捨てられショートファストバックにボックスまたはノッチレスハッチバック型が主流となったこの傾向は軽自動車の規格がより大きくされた1990年以降21世紀に入った現在でも変わっていないが 代わり種として1998年から2002年まで販売されていた2代目ダイハツオプティが小さいながらも本格的なトライクルームを備えたショートのチュック小さいトランクのため2.5ボックスとも型ハードトップセダンとして販売されていたただし現在でも軽乗用車においてはバンでもワゴンでもないことをアピールするためにメーカーが実質的にセダンと名付けることがある 例外あり、日本のモータリゼーションにおいて、大衆車の普及を促したのはセダンであった。特に、日産、ブルーバードとトヨタコロナの BC 戦争、日産、サニーとトヨタカローラの CS 戦争によるダンの市場への大量流出は、セダンイコール乗用車のイメージを強く印象づけた。またトヨタの、いつかはクラウンという言葉に象徴される。 カローラコロナクラウンと続くヒエラルキーを確立する販売戦略により、セダンはクーペと共に大衆の憧れとして高度経済成長末期の1980年代まで主流を占めていた。1980年頃にはハイソカーブームが起き、バブル景気と共に高額なセダンが飛ぶように買われていった。一方で二度のオイルショックを経て、大衆車では徐々に 見えやステータス性よりも実用性が求められるようになり、セダンのハッチバックにボックス化が進んだ。またそれと同時に、従来の小型セダンは少しずつ、車体の大型化と車格の上級移行が行われていった。1980年代半ばからは、SUV、ステーションワゴン、バンといった実用性に優れる RV のブームが、目をはじめ、バブル崩壊には一気に開花。 オーソドックスなセダンの需要は縮小していき、多くのセダンがクーペと共に廃止となるか、実用性を補ったハッチバックやステーションワゴンへと姿を得ていった。2000年代には33年連続国内販売台数1位であったカローラがハッチバックスタイルのコンパクトカーのフィットにその王座を奪われた。2010年代には日産ジューク、ホンダベゼル トヨタ CHR などに見られる、コンパクト SUV や軽乗用車、主にトールワゴンやスーパーハイトワゴンが市場の中心となった。セダンの中でもとりわけ実用性の高い、ハッチバック型セダンのトヨタプリウスなどは、月版1位をたびたび取っているが、一般的にイメージされる、セダンイコールノッチバック、サンボックス型のセダンシェアは、かつての人気に比べると、クーペやスポーツカー、 大型黒缶、ピックアップトラックほどではないが大きく低迷している。トヨタは1990年代からたびたび、セダンの復権を歌って、たびたび新種のノッチバックセダンを投入してはいるが、鈴木や三菱自動車工業のように、日本向けセダンから完全撤退したメーカーもおり、人気回復といえるレベルには至っていない。ボディサイズで見ると、1990年代以降、 税制の緩和や海外市場の拡大と日本市場の縮小、安全基準の厳格化により 1300cc 以上、2000cc 未満クラスのセダンまで含めて3、ナンバーセダンが増加し、2019年9月現在後、ナンバーセダンはトヨタとホンダがわずかにラインナップを残す程度で、ハイソカーブームが発生した1980年代当時に比べると、 ほぼ絶滅に近い状態となっている。こうした大型化も日本のごく一部の車種を除くセダンの不人気に拍車をかけているとされる。もっともセダンが用意されているメーカー、車種が減少し、果ては2019年9月にフルモデルチェンジを実施した日本国内市場向けのカローラセダンも日本国内の道路、交通事情に最適化させるという条件付きでようやく3、ナンバー化され、 最終的に多くの車種、クラスで手頃なセダンを選びたくても選べないほどにまで、なっている。2019年現在、日本国内市場向け車種の時点で、ミニバンとクロスオーバー SUV、軽自動車が、新車販売の中心を占めており、そのため日本国内向けのセダンでは車種問わずすでにごく一部を、除き、ほぼ、C セグメント以上の3ナンバーセダンしかないのが、現状である。 よく似た境遇でガラケー、フィーチャーフォンとスマホ、スマートフォンの関係がまさにこれと当てはまり、ガラケーがセダン、またはクーペ、スマホがミニバン、またはクロスオーバー SUV とやされることも決して少なくない。一方、操作用の覆面パトカーを含むパトロールカーや車用車、教習車、レンタカーといった業務用の分野では普通の自動車、 乗用車らしさや高速安定性などの観点から依然としてセダン需要はあり、これらには専用のグレードや車種が設定される場合もある。かつてはタクシー、主に小型、中型料金向けも信頼性、整備性、乗務員の疲労軽減、狭い場所での取り回しに配慮した専用設計の FR の専用後、 ナンバーノッチバックセダンが多く販売されていた2010年代以降はバリアフリーの観点からミニバン、トールワゴンといった乗り降り積み下ろししやすいにボックス型乗用車に移行したタクシー事業者が増加した。最後までタクシー向けノッチバックセダンを販売していたのはトヨタであり、クラウンセダン、クラウンコンフォート、コンフォートがラインナップされていたが、いずれも2017年に販売を終了したため、 タクシー向けノッチバックセダンは絶滅した。トヨタが代わりに発売したジャパンタクシーはロンドンタクシーにも通じる2ボックススタイルのハイトワゴとなっている。なおタクシー専用ではないが燃費と信頼性に定評のあるハッチバック、ファストバックセダンのプリウスと小型ノッチバックセダンのカローラアクシオハイブリッドは現在もヒトタクシーを中心に人気が高い。海外では 燃費や高速安定性などの点から依然として、セダンの人気は高く、2017年の世界、販売台数では1位、カローラ、2位、シビック、3位は、ゴルフとセダンがトップ3を占めた。しかし、その一方で日本と同じように、クロスオーバー SUV の大躍進に押され、続けているのも事実で、4位にロブ4、5位に CRV がつけて、セダン税を脅かしている。 これは近年の実用性重視の風潮に加え技術の進歩により SUV も高速域での乗り心地と操縦性、ハンドリング、燃費などを大幅に向上させているのも要因であると考えられる。北米におけるセダンの人気は低くはないが法人向け主にレンタカーの需要が中心で値引き競争が激しく利益率が高くないという慢性的な問題がある。 また、油田の発見などによる原油価格の低下から、ピックアップトラックや SUV が従来以上の人気を集めており、2017年には16年連続で、北米乗用車販売台数1位であったセダンのカムリがついにロブに引きずり下ろされてしまう事態が発生した。こうしたセダンの人気の陰りから、クライスラーが2016年、フォードは2018年にそれぞれ北米において、 セダンの販売から撤退し、ピックアップトラック SUV へ注力することを決定している。このように、セダンの魅力が相対的に希薄になってきている現代では、クーペのようなスタイリッシュかつスポーティーなエクステリアデザインを用いるだけでなく、基本性能や趣味、思考性を高めて、キャラクター、個性を強く主張するのが世界的なトレンドとなっている。ごく一部の例外。 国内では鈴木及び三菱自動車工業、国外ではフェラーリなどを除き、ほぼ全ての乗用車メーカーがセダンを販売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。